福田譲一月隊は日本の経営者、元 SAP ジャパン代表取締役社長。現在は富士通の常務、千葉県柏市出身。新卒者として SAP ジャパン入社。主に営業畑のマネジメントを歴任。2014年7月28日、安西富太郎の公認として、早抜き社員として初の SAP ジャパンの社長に就任した。 1997年4月に SAP ジャパンに入社、プロセス製造業の大手顧客を担当、ERP 導入による業務改革、経営改革、情報化の提案活動に従事。2002年4月以降、科学、石油業界の大手顧客担当、中堅、中小顧客担当、食品、消費財、医薬、小売大手顧客担当の営業部長を、歴任。 2007年に新規製品事業を統括するバイスプレジデントに就任、ミドルウェア、ビジネスインテリジェンス、経営管理ソリューション事業や SAP が買収したビジネスオブジェクト社日本法人の統合を指揮。2011年から特定戦略顧客、流通、サービス業、通信、メディア業、プロセス製造業等の営業部門長を歴任。 2014年7月に社長に就任。2020年3月31日付で SAP ジャパン代表取締役社長を退任し、翌日付で富士通に執行役員、常務 CIO 兼セビクソ補佐として就任。SAP ジャパン社発表プレスリリースより、百戦錬磨の福田新社長が目指す新生 SAP ジャパンの姿とは アスキー .jp 2014年9月19日、SAP ジャパンの福田社長が3月末で、退任事業会社の CIO 券デラックス、推進担当役員に転身。GD ネットジャパン、2020年2月23日、閲覧。SAP ジャパン社長を、退任予定の福田譲るし、富士通の執行役員常務に、CIO 券セディクソ補佐を担当。 IT リーダーズ、2020年2月23日閲覧。富士通デラックス新会社を設立 SAP ジャパンの福田社長も参画へ。GD ネットジャパン2020年2月23日閲覧。ありがとうございます。